皆さんこんにちは。今回はプラスチック製品金型を製作する過程でよく耳にするアンダーカットについて解説します。初心者から中級者向けに2回、中級者から上級者向けに2回、合計4回に分けて解説していきます。イラストを用いながら分かりやすく解説していきますので、ぜひ最後まで見ていってください。アンダーカットとは、プラスチックの成形品を金型から取り出す際、金型の開閉方向には離形できない形状部分のことを言います。その形状部があるために、そのままでは成形品の取り出しができないので、金型に改めて特殊な機構などを織り込む必要が出てきます。こちらの写真では赤丸部分がアンダーカットとなります。よく製品を上から見て影になる部分がアンダーだと一般的には言います。例えば製品の壁にある横穴や、製品の外壁や内壁から突き出している突起物など、どれもアンダーカットだと言えます。断面のイラストで説明するとこのような状態です。外側や内側にある突起によるアンダーカットや、壁にある横穴によるアンダーカットが具体的には挙げられます。今回はまず射出成形金型における成形後の離形の仕組みをおさらいしていきましょう。こちらは金型の基本的な構造の断面になります。上部がキャビティ、下部がコアとされています。射出金型の機構では大前提としてコア側から押し出して製品を取り出すことが基本となります。コア側から製品を押し出すためには、製品がコア側にくっついて金型が開かなくてはなりません。そのため離形の過程で重要なのが、片開き初動でキャビティ側からの離形です。こちらは1、片開き初動でキャビティ側からスムーズに離形し、2、コア側に製品がくっついて片開きを完了となった状態です。スムーズに離形できない場合、様々なトラブル、成形不良につながります。キャビティ側から製品が離形できない場合、コア側の押し出し機構が使用できず、自動での製品取り出しができなくなります。これをキャビトラレと呼んだりします。その後、3、コア側のエジェクターピンにより製品が押し出され、離形が完了となります。アンダー形状がない場合は、成形後このような流れで製品を取り出すことができます。今回はアンダーカットとはについてお話ししました。次回はアンダーカットがある場合の離形について解説します。こちらは参考サイトのご案内です。関東 MFG チャンネルでは、プラスチックに関わる様々な情報を配信しています。ぜひ他の動画も見ていてください。ご視聴ありがとうございました。